トリリオンゲーム第8話視聴率5.1%。春メグロレイミアンド、学佐野隼人。人気アニメスタジオの新作独占配信の交渉に、向かうが人気グループ。スノーマンの目黒ロレンさん主演で俳優の佐野隼人さんも、出演するドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、金曜午後10時の、第8話が9月1日に放送され、平均視聴率、関東地区。 ビデオリサーチ調べ、イカドウは、世帯5.1%、個人2.9%だった。ドラマは、漫画誌、ビッグコミックスペリオール、小学館で連載中の稲垣理一郎さんが、原案、池上良一さんが作画を手掛ける、同名漫画が原作。世界一の、わがまま男の、春子と天皇慈悲、目黒さんと、真面目で不器用なエンジニアの、学こと。 平良佐野隼人さんの正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラーを稼いで、この世のすべてを手に入れようとなり上がる。第8話では、トリリオンゲーム社は、ゲーム事業、テレビ事業で収益を大幅に伸ばす。一方、霧姫、今田美代さんが、CEO となった、動画配信サービスのディレックスは、アジアの大手家電メーカーと、業務提携。 テレビのリモコンに専用ボタンをつけ、月額料金を1年間無料にすると会見で発表を。そして、トリリオンゲーム社のことを、ベンチャーに毛が生えたような競合他社とからかう。春、目黒さんは一発逆転作として、人気アニメスタジオポポラの新作の独占配信をぶち上げる。早速、春と、学、佐野さんで交渉に訪れるが、ポポラの監督、宇佐美まりは、 噂以上のわがままぶりで、と展開した。